どうも、しげしげです。本日からしげしげチャンネルとして動画を上げていきたいと思います。ということで、まずはこのチャンネルでどんな動画を上げていくかとか、そういったものをご報告させていただきたいなと思っているんですけれども、このチャンネルでは私がメインとなりまして、ゲームだったり音楽だったりグルメとかに挑戦していきたいと思っております。まあ、ゲームはね、これまでパズドラとか、まあ、シゲパズのシリーズがもう500本近くですか、まあ、最初はひろわチャンネルでアップバンク TV でこのチャンネルに来るわけなんですけれども、引き続き上げていきたいなって思ってるのと、あとは話題の他のソシャゲとかもやっていけたらなと思っております。で、2つ目音楽なんですけれども、これはちょっと新しい挑戦になるかなと思っております。結構ニコ生とかでいろんなタイミングでこう生誕祭だったり、あと年末とか、まあいろんなタイミングでカラオケニコ生があるんですけれども、その時にありがたいことにいろんなリクエスト曲だったりをこうね、たくさんいただくわけです。まあそれをね、生放送の中だけでもちろん消化できるわけもないし、で、僕は昔音楽をやっていたこともあって、こう外のね、いろんなバンドさんとかミュージシャンの仲間がいるわけです。その人たちのね、力を借りながらこう、まあカバー動画じゃないですけれども、こう以前ね、ひろばチャンネルの時に愛の塊をやったような感じで、こうリクエストいただいた曲をセッションしていい感じに動画にしてお届けできたらなと思っております。で、3つ目グルメ、これもまあ挑戦っちゃ挑戦なんですけど、ひらがなアップバンクの時にですね、コンビニのスイーツだったりこう話題の商品を紹介してきました。実は動画の中ではそんなに触れてはいないんですけれども、結構その辺のアンテナというか、僕はあの甘党で甘いもの好きだし、新商品とか絶対買っちゃうしっていうスタンスなので、こうね、それをまあもちろん拙いですよ、全然慣れてないので拙いんですけれども、紹介できたらなと思っております。まあそんな感じで、その3本を軸にこのチャンネルをやっていくわけなんですけれども、正直ね、緊張してるし、自分が一番違和感を感じています。なんでかって、こうだって村井さんとか亮成さんとかハラミンさんとかはさ、こうソロでやっていきますってなったら、おーついにみたいな感じになると思うんですよ。まあその辺のなんて言うんだろう、適性じゃないですけども、まあそういう空気感はなんとなく自分が一番よく分かってます。まあ簡単に言うと、自虐でもなんでもないんですけど、向いてないと思うんですよ。でも安心してください、このチャンネルはガチでやっていきます。まあ言ってしまえば僕にとっての大きな挑戦でもあるわけです。なので、ぜひ応援よろしくお願いします。本当にお願いします。まあ昔のひろばチャンネルのような、こう皆さんのコメントをピックアップする生放送だったりもやろうと思っておりますので、ぜひぜひコメントをどしどしお寄せください。 Twitter とかでもね、 DM とか開放しておりますので、こういうの挑戦したらどうかとか、これ取り扱ってくれとか、こんな企画やってくれとか、何でも受け付けます。気軽に絡みに来てください、よろしくお願いします。ということで、短いんですけれども本日は以上です。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとは高評価だったり、あとシェアですね、シェアは本当に助かります。よろしくお願いします。私の挑戦を何卒応援よろしくお願いいたします。さよなら。